福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。最強のライダーって誰かなって考えたことある？僕が思うのはね、最強のライダーはやっぱねこちらです。寒い日も暑い日も関係なく、全国を走り回ってるよね。北海道から沖縄まで。そんなライダーが着ているね、防寒着こそ最高の防寒着だと思うんだよね。で、今回は、そんな防寒着をね作ってみたいと思います。本当は同じものが欲しかったんだけど、そうやっぱりね売ってないんだよね。ちょっとね調べてみたら、まとめて入札で買ってるみたいなんだよ。しょうがない、今回は、作ることにしました。やっぱり作るって言ったら、やっぱベースとなる防寒着も最高にいいものじゃないといけないよね。そこで今回用意したのがこちら、ワークマン。やっぱり僕らの味方、ワークマンで最高のウェアを作っていきたいと思います。やっていきます。郵便局のジャンバーっていうとデザインはねこんな感じなんですよ。じゃん。で、基本はここにこういうねラインが入ってるんですよ。この腕周りにもね、こういう感じでラインが入ってます。ほらどうですか、もうねもうすでに郵便局っぽい感じです。で、後ろ側なんですけど、後ろ側もねこういうねラインが入ってるんですね。こんな感じ。ほらもうねもう郵便局ですよ。防寒パンツはね裾にねこういう風にね蛍光のラインが入ってます。で、夏仕様のパンツはこのサイドにねこういう風にねラインが入ってるんですけど、今回作っていくのは、冬仕様なので横のこのラインはね入れないようにします。上着からやっていきたいんですけど、ちょっとまあ予算の都合もあります。ちょっと全く同じものは買えなかったので こちらのワークマンのモデルを買ってきました。でちょっと違うところがあります。まずねちょっとポケットがついてるんですけど、多分ね郵便局のには、ね、ポケットがない。本当は郵便局のやつはこういう風にねここをこう防寒着なのでパカッとここから風が入ってこないようにここをね塞ぐやつがついてるんですけど、ちょっと同じようなのをね探せなかったので今回はこれやっていきたいと思います。色を塗ってこの黒いこの赤い部分をねちょっとね隠してしまおうと思います。ポケットのジッパーの方、こっちもね、黒い色を塗って目立たなくしていきたいと、大体ですね、ジッパーチャックをですね黒く塗りました。このねマークもねちょっとねいらないので外していきたいと思います。よいしょ。そしたらこのイエローのシールを貼っていきたいんですけど、本当はね真ん中なんです。真ん中に貼っちゃうとチャックが開けられないんですこれ。なのでちょっとオフセットして、はい、貼っていきたいと思います。その方がねまっすぐ貼れるからね安全でいいと思うんですよね。続いて袖口ですね。はい、長さを測ってね、やっていきたいと思います。ね現物を見る感じね、袖口からね10センチぐらいのところにねラインが入ってるっぽいです。ここですね。ちょっとねだいぶ郵便局っぽくなってきたかな。はい、こっちのね袖もやっていきましょう。
はい、できました。どうですか、ね、だいぶ郵便局っぽいですね。背中も行きましょう。このぐらいの位置、あんまり高い位置じゃないですね。そこそこ低めの、真ん中よりちょっと上ぐらいかな、ここら辺ですね。ちょうどね、縫い目の線があるので、そこに合わせてできます。よし、おい、完成。あ、もうね、もう郵便局っぽいですね。どうですか、なんかね、郵便局のロッカーにね、かかってそうな感じです。はい、次パンツ行ってみたいと思います。この位置ぐらいかなって思います。ここにちょうどね、あの裁縫の線が入っているので、ここに合わせてね、作っていきます。上着の線に比べるとね、少し細いみたいなので、ラインがね、それに合わせてちょっと細くしてみました。よし、はい、よし、こんな感じ。反対もやっていきます。はい、できました。こんな感じですね。はい、よし、ではこんな感じですね。じゃーん、郵便局っぽいジャンパー出来上がり。よし、完成したよ。ではね、早速着替えてみたいと思います。こちらだ、ジョン。どうだい、日本最強の防寒着完成。このシルエット、よくみんなの家にも毎日来るよね。後ろはどうなってるか見てみようか。後ろはこんな感じ。どう、後ろ姿ね。どう、後ろ姿もあの最強ライダーだよね。よし、お、こんなところにバイクがあるじゃないね。ちょっと乗ってみようか。よいしょ。どう、日本最速最強の配達員さんみたいな感じになったんじゃないね。はい、今回はね、最強のライダーが着ている防寒着こそ最強の防寒着。現在ね、残念ながらね、同じものは手に入んなかったんだけど、ワークマンで買ってきた防寒着をベースにね、最強の防寒着を作ってみました。ね、しかも最強に防寒なだけじゃなくてね、安全性も高いっていうおまけ付きだよ。皆さんのね、参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。